こんばんは、ふーさおでございます。さあ、本日も引き続きザ・フロントやっていきたいと思います。いや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 、週末はですね、ちょっと番外編として PVP サーバーの方一旦ちらっとね覗かせていただいたんですけども、やっぱあっちはあっちは楽しそうですね。とまあこっちはですね、いつも通りのシリーズの PVE の自サバの方に戻ってきております。今回はですね、まあ、前回前々回と、無期限を手に入れてまして、私ですね大量に弾を作ることができております。これで、弾問題は解決いたしましたので、落ち着いたところでそろそろもう一度完璧を求めたフェラルやっていきたいと思います。それでね、昨日ね裏作業でちゃんと夜な夜な拠点作らせていただきました。今回出来上がった拠点はこちらでございます。どうよ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 どうみんな、これね、今までの私の経験が全て集結させていただきました今回のやつ。そしてですね、見た目がいいということですね。機能性だけじゃやっぱダメなんですよね、配信者たるものね。見ていただいている皆様に見やすいフェラルと、そしてこれが私がねルートが成功すれば無限ループ完成すると思うんですけど、皆さんどう思いますかね。これちょっとまあね、曖昧なところも正直あるんですけど、まあ、ちょっと一回簡単に紹介していきたいと思いますと、まずですね、ここで、ゾンビさんたちね、 NPC の方々がみんな湧きました。そしたらこの道上がりますよね。上がった先色のところからトゲトラップで、ここはトゲトラップゾーンです。トゲトラップゾーンをここでぐるっと回ると一段ここで上がるようにしたんですよ、半分で。このバインバインをですね、全部こっち向きにバインバインするようにしました今回。で前回さ、バインバインをやったらここのこのガードレールに引っかかったじゃないですか、足が。で結局無限ループができなかったんですけど、こっちで一段っていうか、まあ半段上げてやればここでバインバインしたら強制的にこっちに落ちません？まあそれかむしろこっち側にそのまま落ちるかっていう、どうです？でここまで落ちちゃったらここでぶったたくのかな、ルートおかしくなって。いやそれでもルートが効いていればここに戻ってきてこうなってまたこっちを通るはずなんですよ。でですよ、でここまで行ってここ全部バインバインなんですけど、バインバインでそれなおかつここを打ち勝ったやつがここに来て、ここが初めての挑戦、フリップトラップ。これ床が抜けるやつです。バカーンってバーンってドリフみたいに床がバーン抜けてこの下にまた落ちると、でまた振り出しに戻るっていう無限ループ、これでいけないかなと思ってるんです。で、まあ、ここのフリップトラップもさらにこれ常に開いてるわけじゃないと思いますから、閉じた時にここにも最後のバインバイン、このバインバインは向こう向き外向きに飛ばしてますから外に飛んだ NPC はまたさらに1階から戻らなくちゃいけないと。でさらにここを難関を乗り越えた NPC だけがここのねブレードトラップゾーンに到達すると、でブレードトラップゾーンで刻まれて生き残った人だけが唯一ここまでたどり着いてようやくビーコンに手が届くという流れにいたしました。これでルートが取れるかどうかが大問題なんですよ。まあ一応でも流れ的にはいいでしょう、綺麗にルートは組めてますから、これで一発でパチンって一撃でいかないかなと。本当はねこのオートボーガンがいろいろ数増やしてここの方からブワーって置きたかったんですけど、ちょっと素材不足さすがに、なんでこれを作るので精一杯だったんですけど、さあ問題はこれでルートが取れるかどうかですね。取れてしまったらもうこれしばらくずっと使えると思ってるんですよ。これ結構強いんじゃないかな今回の拠点と思っておりますが、早速皆さんやっていきましょうか。いけるかなルート、そこだけですよね問題は。あーちょっと待ってよ、これは草を提供しといて、あ足りないですね草。これもこれ自動修復の時間が140秒かかる、いや140時間か。それでは大問題のルートが確保できるかどうかが、物資を受け取る、これを受領してからまた次インターバル15分でしたっけ、これ一回受領して、あそうですね受領させていただきましてありがとうございます。で第11ラウンドですね、受け入れ開始をしたら始まるんでした、これこっからインターバルあるんでしたっけ。とりあえずどっちかわかんないですけど行きましょう。来た、あこれはルート判定おかしくなってない、あ来るぞ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 、おおストレートに来てます、ストレートに来てます、あ成功してます成功してます、皆様ルート成功してます。さあそこからここからルート曲がって2階に上がったらバイバイ大成功、ありがとう飛んだぞ、あいつ飛んだ、あれ飛んだ、あれ飛んだ人がなんでここにここで破壊モードになってんだ、ちょっとバグもやっぱ発生してますけど、あー飛んでる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 、あー
成功です。皆様ちょっとね、右で一人おかしな動きになってる人が見えますけど、ほら飛びすぎちゃってあそこはまっちゃってんだ。あーそういうことか。はい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 。ちょっとここじゃ一回壊させてもろて、え、成功したんじゃないですかこれ、無限ループ。え、超強くないですかそうなると。これちょっと一回壊して、この人たちが多分乗っかっちゃってるんですよね、この床に。これ床、あ、床壊せないか、床。ちょっと待って、どうしよう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 、ちょっとやっつけるかこの人たち。一回やっつけて、乗っちゃってるんですよ多分、飛びすぎて飛びすぎてバインバインで飛びすぎてこっちの土台に乗っかっちゃってるから、来た来た来た、いらっしゃい超面白い。なんだろうこのゲーム、神ゲーかも。みんなうっそおもろいけど、これちょっと見て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 、いや、たどり着けるよ。あ、来た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 、あいつ消えるな、あいつ消える。あ、ちょっと待って、しかも電源入れても死んでた。やばいやばいやばい、やっちゃった、やった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 、やらかしたやらかした、やばい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 、あの人なんでこっち来た、なんでこっち来た、なんでこっち来た。ちょっと待って、渡りガラスが消えるわ、渡りガラス消えてバイバイ反応していいけど、あーでもそれ以外は大丈夫。ちょっと渡りガラスだけ気をつけなきゃいけないですね。てか電源入れるの忘れてたし、痛恨のミス。あ、行ったね。あ、しかも最短ルートで行っちゃうわこの人。あーやばい。あーでも完全じゃないね。ちょっとでも、あのドリフの落ちる床トラップ、落ちる床トラップがちょっと、え、これ大丈夫、渡りガラス来てない、そこだけ心配なんですけど唯一。 OK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 、 ちょっとあの興奮のあまりここのスイッチ入れるの忘れたっていう、まだボンミス起こしてますけど。あー、クマいて OKOKOK、 これで、で渡りガラスがバインバイン反応してないわ、そこだけだね注意しないといけないのは。あとはうまいこと飛んでってますね。いいよいいよ。あとドリフの床踏み板、あの落下トラップがうまいこと作動しめっちゃおもろいんだけど、バインバインめっちゃいい仕事するやん、ここに来て輝いたね、バインバインがようやく輝く時が来たラフラフラフラこれもうこれでさしばらく、あ、来た、消える渡りガラス。あいつだけはダメ、こいつだけはダメ、こいつはこいつはダメ、オッケーオッケーオッケー、こいつだけはちょっと唯一渡りガラス対策しないとな。あー飛んだ飛んだ飛んだ、消えなきゃだめっちゃおもろい。あーでもやっぱインターバルあるんだね、多少はね、多少はインターバルあるから。あ、渡りガラス来た、やっぱ渡りガラス、オッケー、渡りガラスだけはやっといて、もうちょっとだな、ここのバインバインも決して万能ではないと、うん、いうところですね。あ、来た来た、やばいやばいやばい、ワンちゃんが、あ、ワンちゃん大丈夫、オッケー、渡りガラスだけだな、渡りガラスとワンちゃんでもうちょい長くしたいね気持ち的に。あとはこのこの人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 、オッケー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 、いやー皆様完全勝利でございます。皆さんこれどう、まあ、ちょっと渡りガラスだけが唯一もっと対策をしなくちゃいけないんですけど、勝ったわ。え、どうしよう、これは完璧じゃない、今回もルートも綺麗に入りましたね、一回も滞りなく。 ありがとうございます。いや頑張った甲斐あったな、だんだんでも分かってきたかもしれない、この世界のねルートの取り方で。この床、落ちる床がね、なんか最短ルートでみんな来ちゃってたから、ここね、ここここら辺をこう通ってきてるんですよ、スルッと。だからもう一個向こうに増やしてちゃんと踏むようにしないと、ここの落下板があんまりなんか出ませんでしたね、今回効果が発揮できなかったな。ということで、おはようございます味を占めた私はですね、引き続きもう一度フェラルを完璧にこなしていきたいなと思ってるんですけれども、残りの時空ビーコンの武士の受け入れまであと5分なので、せっかくでね、ちょっと拡張もしときました。前回この動いた時にここが1マスギリギリでインコースを攻められてですね、でこの下に落ちる落下板が反応しなかったの、落下板っていうか落下床なんで、ここ超インコースで攻められたんですよね。 これもでもこうやって行こうとも行けるね。これルート判定どうなるんだろう。だから一応1個ね、ここにガードレール入れといたんです。でもう1個ここにガードレール入れることもできるんですけど、ここにいるちょっとビジュアルがね、こっち側から見た時のビジュアルがちょっと、このせっかくさ綺麗にブレードトラップが並んでるのにビジュアル崩れてしまうからって言ってビジュアル優先いや重要でしょ見た目も。なのでまあルート、通常ルートで行けばこう行って、こことこことここ
全部あの落ちる落下板、落下床か、落下床を3マスつけました。でこれはバインバインはこっち向きにバインバインするはずなんで、これでいいと。まあそうすると最悪インコース通られてもこの辺で反応してくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこの辺もちょっと落下板も勉強しないといけないですね。まあ、微調整していくというか。はい、じゃあ早速次第12ラウンドですからこれね、いける第12ラウンドやばないですか。ここまで結構なんか無傷の感じで結構これてません。いやいいっすよこの流れ。さあそれではやってまいりました、インターバル30分で、これインターバルもどんどん長くなってくるんですね。よーし、それでは早速第2ラウンド、第12ラウンドだね、第12ラウンド行ってみたいと思います。さあ始まった、みんないらっしゃい、どうだよどう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 よ、もうこれ完結しちゃって、これでなんか第何ラウンドまであるかわかんないんですけど、いけちゃうんじゃないか説あるな。でもまあ渡りガラスだけではいや渡りガラスも飛んじゃいましたね。あいつつけるからな、透明になった時だけ渡りガラス気をつけないといけないんですけど、あーまだまだ渡ってますね。よしよし、あ透明になった渡りガラス、1体目は行ったけど向こうでどうだ、よーし渡りガラス消える透明になるけど、あーすごい勢い飛んでたやついたぞ今いいねいいね、飛びっぷりもいいですね。誰もまだ落っこちるあの床の板まで、落下板まで到達する人がいません。さあ行くのか、あー渡りガラスついにそっちの超インコース来るね、ちょっと待ったちょっと待ったちょっと待った、超インコース来てる超インコース来てる、やばい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 、こっち来てるこっち来てる、しかもなんでなぜかこっち来てる、ちょっと待って、ありがとうありがとう、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない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 、出血してる出血してる、ちょっと待って、回復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 なんて考えてなかった、回復しようしよう、回復考えてなかった、ちょっと待って、危ない危ない、渡りガラス危ない、あいつこっちまで攻めてくるぞ、私のとこまで来る、破壊じゃなくてあの子私のとこまで来るわ、ちょっと待って、え回復追いつくこれ、大丈夫大丈夫、ちょっと待って緊急事態発生だあいつ突破してきやがった、ちょっと待ってご飯食べれば大丈夫かな、そういうあのね回復キット持ってないんですよ私今、ああでもとりあえず私のこの迎撃拠点が優秀すぎるから今のところ守ってくれてますけど、あいいね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 、しかもなんで絶対これさフルオートになってんだ気づけば、よし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 、いやーでもやっぱまだ腕組みまではまだいかんすね、ワンちゃんと渡りガラスが一気に来られると飛ばしきれないわ、このバインバインがほらまあ頑張ってるんだけど連続発動しないからもうちょいだね、3段目ももうワンちゃんバインバイン、また電源つけるの忘れてるよ、うさおさんなんでこれやるかなこのさブレードトラップの意味なくね毎回ねえ私さやばい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 、来たり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 、渡りガラス来ちゃった、渡りガラス来た、渡りガラスどこ行ったあいつ、いや消えてる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 、来るぞ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 、あよし危ない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 、オッケーオッケー、あれやれた、渡りガラスやれたね、毎回さあのこのブレードトラップをつけるの忘れるっていうおいなんて忘れんだよそれ一番重要じゃねえかよ、数ちゃんと増やしたのにさ、どうだあと46人、まあまあいいでしょいいでしょいいでしょ、こっから渡りガラスだけ先にもこれ仕留めといた方がいい、銃を撃たずに撃ち勝とうと思うとなかなかやっぱ難しいですね、オッケーオッケー、来てる来てる来てる、はい飛ばす飛ばす飛ばす、来てますねカラスちゃん、カラスちゃんやっとこうか、カラスちゃん、あカラスちゃんなんか床を破壊し始めたぞ、あ床壊された、やばいちょっと待って、あいつちょっと床壊したぞ、まずい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 、あどこだどこだどこだ、なんかトントンいってるトントンいってる、ちょっと待って床持ってる、あかん床持ってない、うわ渡りガラスあいつやったな、ちょっと待って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 、どこ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 、トントンいってる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 、やばい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 、トントンいってるトントンいってるトントンいってるって、ちょっと待って溜まってる溜まってるすげえ溜まってるそこに、やばい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 、えどこから壊されてるどこから壊されてる、ちょっと待って落ち着こう落ち着こう落ち着こう、こういう時は落ち着いて落ち着いて冷静に投げ物持って火炎瓶でとりあえずこの子たち燃やしといて、はい向こうもやばい渡りガラス来た、渡りガラス渡りガラスだけなぜ私にこう向かってくるの、透明だ透明だ、オッケーやった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 、めっちゃいる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 、ここは投げも投げも投げも、やばいやばい、どんどん投げようどんどん投げよう、どんどん投げてどんどん投げてどんどん投げて、ふたおさんどんどん投げて、ふとわさんみんなこの辺の人たちふっ飛ばして、やばい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 、そこスカスカなんだから、うちの拠点そこスカスカなんだから、やめてやめてやめて、渡りガラスやばい、オッケーリードだ、まずいちょっと弾はいっぱいある弾はいっぱいある弾はいっぱいある、ほら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 、床が床そっちスカスカない、スケスケスカスカない、スケスケってないね、ああもうたまらなくなった、やばいちょっと待って、ショットガン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 やっつけて、ショットガンやっつけて、ショットガンやっつけて、やばい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 やば
いバイ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